マルコス・ M ・ベキオナチは、ベネズエラ出身のプロ野球選手。メキシカンリーグのキンタナロー・タイガース所属。ウト・リョーダ。NPB では、育成選手であった。16歳の時に、MLB のニューヨーク・ヤンキースと契約。アレックス・ロドリゲスの後継者と評価されていた。2003年から2010年まで、ヤンキース参加でプレー。2A に昇格したのが最高で。 3A 及びメジャーでの出場はなかった。2010年12月28日、阪神タイガースが育成選手としての獲得を発表した。契約金600万円で、年俸は400万円。2011年シーズンは、ウエスタンリーグで52試合に出場したが、アメリカ時代に経験したことがないほどのサインの多さに、戸惑うなど日本の野球になれず、打率、255、 4本類打15打点と期待されたほどの成績を残せなかった。9月21日、翌年の契約を結ばないことが球団から発表され、翌9月22日に自由契約公示された。2012年3月、シナのグランセローズへの入団が発表された。同年9月15日に母国ベネズエラで行われるウィンターリーグに参加希望をしたため、 21日付での対談が発表され、21日の出場を最後に対談した。最終的には67試合に出場し、6本塁打を放った。品の対談後は、マイナー時代から参加していた、ベネズエラのウィンターリーグで2013年までプレー。その後、プロリーグへの所属は途絶えていたが、2019年より LVBP でのプレーを再開した。 2021年7月24日にメキシカンリーグのキンタナロータイガースと契約した中長距離型のスイッチヒッター。一類種、三類種を中心に内野全般を守れる。ありがとうございます。